Madrid, ponme, Madrid.小学2年男子の表彰を行います、木村君、船橋君、勝川君、谷口君、表彰台までお越しください。小2男子、表彰式を行います。今日の最終競争メダルでこれを勝ちます。レイハード年5月21日、日本拳法愛知県民大会会長山田正樹、同じく愛知県スポーツ協会会長大村秀明、同じく中日新聞社、はい、同じく3位、勝川太陽、みかんさん。同じく3位、ファミリーチョイズ、カード。小学5年男子、入賞式を行います。本当に森谷君、本当にお越しください。5年男子、近藤君、森谷君、本藤君、妻君、表彰台までお越しください。同じく3位、本藤亮君、氷川徹。同じく3位、角倫太郎君、ミカド。女子の部、表彰を行います。一般女子の部3位に入賞されました、長久手クラブの大木沢さん、表彰台までお越しください。はい、13列の選手の方、直ちに C コートへ集合してください。13女子、中学校3年女子出場の方、選手、C コートへ至急集合してください。小学3年女子表彰となります一野さん、高尾さん、表彰台までお越しください。同じく準優勝、加納さなさん、以下どうぞ。一般女子の部の選手、先ほど、お集まりいただきましたが、中村選手、牛健選手、平見選手、よろしくお台までお越しください。一般女子、中村さんと平峰さん、表彰台までお越しください。ただいまより一般女子の部の表彰を行います。優勝、中村智香さん、あなたは第37回日本拳法愛知県民大会において当初の成績を収められましたので、これを表彰します。令和5年5月29日日本拳法愛知県民大会会長山田正樹、同じく11点。同じく準優勝、具志堅リディア愛知さん、以下どうぞ。同じく3位、大西久和さん、以下どうぞ。同じく3位、平峰春菜さん、以下どうぞ。表彰を行います。小学5年女子の部の優勝、小出さん、準優勝の梶浦さん、3位の鈴木さん、同じく3位の鈴木さん、表彰席までお越しください。小学5年生女子の部の表彰を行います。優勝、小出凛香さん、あなたは第37回日本拳法愛知県民大会において当初の成績を収められましたのでご了承します。令和5年5月22日、同じく準優勝、梶浦紗恵さん、以下どうぞ。同じく3位、鈴木美優さん、以下どうぞ。同じく3位、鈴木一野さん。小学3年男子表彰を行います。岡田君、近藤君、滝君、原君、表彰台までお越しください。小学3年男子の表彰を行います。入賞された4名の選手は表彰台にお越しください。小学3年で優勝した岡田君、準優勝の近藤君、赤1番石林選手、白11番古川選同じく3位、原君。小学4年男子の部で優勝の朝倉君、準優勝の大橋君、1回の表彰式までお越しください。小学4年男子の部の優勝、朝倉君、準優勝の大橋君、1回へ進出。お呼び出します。市南、の先生、どなたか T コートに1人降りてきてください。豊橋南の関係者の方、T コートに1人降りてきてください。準優勝、大橋東也君、時間5分。同じく3位、富安司君、時間5分。お呼び出します、奈良筆クラブ中学2年男子中村颯太君のご父兄、いらっしゃったら、大会9号室の方まで、大会本部の方までお越しください。小学6年男子の部優勝の黒川君、準優勝の田中君、3位の工藤君、73位のただいまより小学6年男子の部の表彰になります。優勝、黒川聖光君、あなたは第37回日本拳法愛知県民大会において当初の選手権を務められましたのでご表彰します。令和5年5月22日日本拳法愛知県民大会会長山田真人、同じく新聞社同じく準優勝、為川ひなた君、以下同文。中学3年女子の部の代表となります。優勝の元宮本さん、準優勝の金子さん、一回表彰していってください。中学3年女子の部の表彰を行います。優勝の後藤さん、準優勝の金子さん、中学3年の優勝の後藤さん、2位の金子さん、4個付けしてください。優勝、後藤船野さん、あなたは第37回日本拳法愛知県民大会において当初の最高裁判所にご了承します令和5年5月21日日本拳法愛知県民大会会長山田正樹、同じく中日新聞社。同じく準優勝、金子ミルフィーさん、以下同文。